石橋和也3月19日から1999年3月5日は日本の政治家。第一次山内閣で文部大臣を務めた。英典は十三未組党、東金市名誉市民。千葉県三部軍工平村に代々名主、村長を務めてきた旧家の豪能石橋家の第十九代目として生まれる。父親は県議会議員を務めた。 日本農市学校に学び、昭和16年に同校を卒業、陸軍に入隊。1952年に公平村長。1968年に東金市長に就任。1976年、千葉三郎の後継者として、旧千葉三区から衆議院議員に初当選。連続当選8回。自民党内では、福田安部三塚森派に所属。文部政務次官。 党文教部会長を務めるなど党内でも有数の文教族議員として知られ、1989年第1次山内閣で第113大文部大臣に就任。1994年の第41回衆議院議員総選挙では森英介との選挙区調整からコスタリカ方式により比例南関東ブロック単独候補となり名簿党最順位1位で8選。 1998年、君一等随法省受賞。1999年3月5日、死去。76歳没。石橋の死去に伴い、比例南関東ブロック名簿から水野健一が、繰上げ当選となった。ありがとうございます。